皆さんこんにちは。すでにサポーターで満員のスタジアムから注目の一戦もご覧ください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。さあ、サッカーファンも注目のこの一戦、これは見逃せない試合になるでしょうね。これは面白い組み合わせになりましたね。早速試合の方を見ていきましょう。ペティ、ボールはジャンルカ・ザンブロッタへ。ブラン、グレゴール・コベル、さあブラン、アレハンドロ・グリマルド、ラビア、グリマルド、カットします。さあブラン、スティーブン・ジェラード、プティ、ラビア、ボールが前に運ばれてきました。さあどうする。副審がオフサイドを取りました。ペナルティエリア内でボールに触れたとはいえ、あの位置では攻撃の機会を潰したも同然です。もう少し頭を使ってほしいですね。ジューレ、ベリンガム、ジョージベストです。ベリンガム、ここでハーランド、ニクラス・ジューレ、さあベスト、ボールが相手に渡りました。ラビア、マネ、ボールを持って上がります。考えるまでもありませんでした。攻撃は失敗し相手ボールです。ジョージベスト、ズーレに渡った。危ない場面でしたがタックルで守ります。ここはシュートチャンス。これで前半終了です。ハーフタイムに入ります。後半の45分が始まります。エレーラ、ジョージベスト、ベリンガムへ、ラビア、グリマルド、ジョージベスト、ベリンガム、自らボールを持ち込んでいきます。決まれば勝ち越し。思いっきりよく放ったシュートはクロスバーを直撃。ミドルレンジから狙いましたが少し高かったようですね。フレッシュな選手の投入です。ラビア、ビルツ、ラビア、ここでビルツ、かなり押し込まれた位置でしたがうまく対応しました。ハーランド、ビニシウス、さあゴールを狙いに行く。ラビア、レアルマドリードがここでボールをロスト。ハビエル・マッシェラーノ、エレーラ、ここでハーランド。両チーム同点のまま試合は残り5分を切りました。グリマルド、ビルツ、
エレーラ、パスをカットした。ここで試合終了のホイッスル。両者の決着はつかず、ここは引き分けという結果に終わりました。引き分け